イシュバールの民はイシュバラを絶対唯一の創造神とする東部の一部族だった。宗教的価値観の違いから国側とはしばしば衝突を繰り返していた。13年前、軍将校が誤ってイシュバールの子供を射殺してしまい、それを機に大規模な内乱へと爆発した。暴動は暴動を呼び、いつしか内乱の火は東部全域へと広がった。7年にも及ぶ攻防の末、軍上層部から下された作戦は、国家錬金術師も投入してのイシュバール殲滅戦。多くの術師が人間兵器として駆り出されたよ。そして私もその一人だ。だからイシュバールの生き残りであるあの男の復讐には正当性がある。くだらねえ、関係ない人間も巻き込む復讐に正当性もクソもあるかよ。醜い復讐心を神の代行人ってオブラートに包んで崇高ぶってるだけだ。だがな、錬金術を忌み嫌う者がその錬金術をもって復讐しようってんだ。なりふり構わん人間ってのは一番厄介で怖えぞ。なりふり構ってられないのはこっちも同じだ。我々もまた死ぬわけにはいかないからな。次に会った時は問答無用で潰す。さて、辛気くせえ話はこれで終わりだ。エルリック兄弟はこれからどうする？アルの鎧を直してやりたいんだけど、俺この腕じゃ術を使えないしな。アルの鎧と魂の定着方法を知ってんのは俺だけだから、まずは俺の腕を元に戻さないと。そうよね、錬金術の使えないエドワード君なんて。ただの口の悪いガキっすね。クソ生意気な豆だ。無能だな、無能。ごめん兄さん、フォローできないよ。いじめだ。しょうがない、うちの整備士のところに行ってくるか。聞いたぞ、エドワード・エルリック。母親を生き返らせようとしたその無垢な愛、さらに己の命を捨てる覚悟で弟の魂を劣勢した凄まじき愛、我が輩感動。口が軽いぜ大佐。いや、あんな暑苦しいのに詰め寄られたら君の過去を喋らざるを得なくてね。というわけで、その義士屋のところまで我が輩が護衛を引き受けようではないか。はあ？何寝ぼけたこと言ってんだ。護衛なんていらねえよ。エドワード君、またいつスカーが襲ってくるかわからない中をその体で移動しようというのよ。奴に対抗できるだけの護衛をつけるのは当然でしょ。それにその体じゃアルを運んでやることもできないだろう。だったら別に少佐じゃなくても。ほら、仕事が山積みだからすぐセントラルに帰らなきゃならん。私がここを離れるわけにはいかないだろう。大佐のお守りが大変なのよ。あんなヤバいのから守りきれる自信ないし。以下同文。決まりだな、子供は大人の言うことを聞くものだ。子供扱いするな。アルもなんか言ってやれ。兄さん、僕この鎧の体になってから初めて子供扱いされたよ。ダメだこりゃ。
荷物扱いの方が旅費より安いからな。この体になってから初めて荷物扱いされた？弟よ。よ。ヒューズ中さん。みんなやっぱり忙しくて来れないってよ。代わりに俺が見送りだ。そうそう、ロイから伝言を預かってきた。大佐から？事後処理が面倒だから私の管轄内でくたばることは許さん。以上。了解。絶対てめえより先に死にません、クソ大佐って伝えといて。おめえもロイの野郎も長生きするぜ。じゃ道中気をつけてな。セントラルに寄ることがあったら声かけろや。その整備士のいるリゼンブールとやらはどんなところだ？すっげえ田舎。なんもないよ。つうか、東部の内乱のせいで何もなくなっちゃったんだけどね。軍がもっとしっかりしてりゃ、賑やかな街になってただろうな。耳が痛いな。そりゃいい。もっと言ってやろうか。ほんと、静かなところでさ。何もないけど、都会にはないものがいっぱいある。それが俺たち兄弟の故郷、リゼンブール。ドクター・マルコ、ドクター・マルコではありませんか。セントラルのアレックス・ルイ・アームストロングであります。知り合いかよ。セントラルの錬金術研究機関にいたかなりやり手の錬金術師だ。錬金術を医療に応用する研究に携わっていたが、あの内乱の後行方不明になっていた。そういう研究をしてた人なら生体錬成について知ってるかもしれない。アルト、荷物を下ろさないと。早く。ドクターマルコ。ふん。どっちに向かった？こういうご老人が通りませんでしたかな。あんたたちか、マウロ先生を追い回してるってのは。マウロ？何か勘違いされているのでは。我々は。マウロ先生は俺たちの恩人だ。居場所を教えるわけにはいかん。見つけた。あそこだ。それでは。ユッサン、はい。まったく。止まれ止まれ。
させない。エッサン、はい、そうか、偽名を使ってこんな田舎に隠れ住んでいたのか。でも、なんで逃げたんだ。ドクターが行方不明になった時に極秘重要資料も消えたそうだ。ドクターが持ち逃げしたともっぱらの噂だった。我々を機関の回し者と思ったのかもしれん。何しに来た。私を連れ戻しに来たのか。落ち着いてください、ドクター。まったく。止まれ。はい。格の違いを見せてやる。僕に任せて。素晴らしいです。まったく。止まれ。はい。じゃあ口封じに殺しに来たか。騙されんぞ。もうあそこには戻りたくない。お願いだ、勘弁してくれ。違います。話を聞いてください。まずはその銃を下ろして。私は耐えられなかった。上からの命令とはいえ、あんなものの研究に手を染め、そしてそれが東部内乱で大量殺戮の道具に使われたのだ。私のしたことは、この命をもってしても償いきれるものではない。それでもできる限りのことをと、ここで医者をしているのだ。一体あなたは何を研究し、何を盗み出して逃げたのですか。賢者の石を作っていた。私が持ち出したのはその研究資料と石だ。石を持ってるのか。ああ、ここにある。石ってこれ液体じゃ。哲学者の石、天上の石、大エレクシル、赤きティンクトラ、第五実体、賢者の石にいくつもの呼び名があるように、その形状は石であるとは限らないようだ。だがこれはあくまで試験的に作られたものでな、いつ限界が来て使用不能になるかわからん不完全品だ。不完全品とはいえ、人の手で作り出せるってことは、この先の研究次第では完全品も夢じゃないってことだよな。マリコさん、その持ち出した資料を見せてくれないか。そんなものどうしようというのかね。アームストロング少佐、この子は一体。
国家錬金術師ですよ。こんな子供まで、数々の特権に釣られて資格を取ったのだろうが、なんと愚かな。あの内乱の後、人間兵器としての己の在り方に耐えられず資格を返上した術師が何人いたことか。それなのに君は。バカな真似だというのは分かってる。それでも、それでも目的を果たすまでは針のむしろだろうが座り続けなきゃならないんだ。だが資料を見せることはできん。そんな、あれは見ない方がいいのだ。あれは悪魔の研究だ。知れば地獄を見ることになる。地獄ならとうに見た。ダメだ、帰ってくれ。本当にいいのか。資料は見れなかったが、石ならば力ずくで取り上げることもできたろうに。喉から手が出るぐらい欲しかったよ、マジで。でもマルコさんの家に行く途中で会った人たちのことを思い出したらさ、この町の人たちの支えを奪ってまで元の体に戻っても後味悪いだけだなーって。別の方法を探すさな。うん、そういう少佐も良かったのかよ。マルコさんのことをセントラルに報告しなくてさ。我が輩が今日会ったのはマウロというただの町医者だ。ああ、また振り出しか。道は長いよ、まったく。君、マルコさん。私の研究資料が隠してある場所だ。真実を知っても後悔しないというならこれを見なさい。そして君ならば真実の奥のさらなる真実に。いや、これは余計だな。久しぶりね、マルコ。鋼の坊やを見張ってたら思わぬ収穫だわ。ご心配なく、あなたを連れ戻しに来たんじゃないから。あなたがいなくてもあなたの部下が後を継いでよくやってくれてるわ。まさかまだあんなものを作り続けているのか。あら、賢者の石の製造のノウハウを教えてあげたのは私たちだってことを忘れてもらっちゃ困るわね。あなたがいなくても資料がなくなっても研究に差し支えはないのよ。ただあなたが持ち出した資料、あの坊やくらいの術師に見られちゃいろいろとまずいのよ。盗んだ資料の隠し場所、あの子に教えたわね。何のことだ。とぼけないで。私は忙しいの。無駄話してる暇はないのよ。ふっ、あの子は賢い。あの資料を見ればいずれ真実に。お前たちがやろうとしていることに気づくだろうよ。そんなことは私がさせるものですか。させるものですか。無理だな。あら、なぜだな。お前はここで死ぬのだからな。油断したな。ひどいわ。一回死んじゃったじゃない。すっかり忘れてたわ。あなたも人柱に値する錬金術師だということをね。そんな、バカな。どうしようかしら。
行け。覚悟しやがれ。逃がされ。させない。任せろ。まったく。こら、こら。おらよ。行け。僕に任せて。おら、こいつ。素晴らしいです。まったく。いい子ね、お嬢ちゃん。キリ、やめろ。その子は関係ない。そんな言葉を聞きたいんじゃないのよ、私は。私も戦う。わかりました。まったく。よし。こら。行け。よし。まったく。おらよ。こら。かわいい人ね。
私も戦う。前へ進むって決めたんだ。任せろ。とっておきのプレゼントだぜ。わかりました。本当に愚かで弱い悲しい生き物ね。私も戦う。格の違いを見せてやる。行くよ。はい。かわいい人ね。行け。覚悟しやがれ。逃がされ。マルコ、私がこのまま少し手をひねれば。どうなるかわかるわよね。言いなさい。あの子に教えた資料の隠し場所は。場所は国立中央図書館第一分館、ティム・マルコ。なるほど。木を隠すには森か。あそこの蔵書量は半端ではないからな。ここに石の手がかりがある。兄さん、道は続いている。はあ。さて、鋼の坊やには悪いけど、先回りさせてもらおうかしらね。ん？なんだい、デン。おや？来たね。ウィンリー、乗客が来たよ。へ、元気そうじゃないか。よ、また頼むよ、フィナコバッチャ。うわ、こら、エド！おかえり。おう。おお、悪い、ぶっ壊れた。私が丹精込めて作った最高級オートメイルをどんな使い方したら壊れるっていうのよ。いやー、それがもう粉々のバラバラに。で、何アルも壊れちゃってるわけ？あんたら一体どんな生活してんのよ。いやー、腕だけじゃなくて足も調整が必要だね。
身長は伸びてんのね。この前測った時は1センチだったっけ。足の方は元があるからいいとして、腕は一から作り直さなきゃならんから。え、1週間くらいかかるかな。なめんじゃないよ、3日だ。削り出しから組み立て、微調整、接続、仕上げと、うわ、完璧徹夜だわ。悪いな、無理って。一日でも早くセントラルに行きたいんでしょ。だったら無理してやろうじゃないのさ。その代わり特急料金がっぽり払ってもらうからね。巻き割り終わりましたぞ、ピナコ殿。ああ、すまないね。そういえば、エドワード・エルリックの姿が見えませんな。母親の墓参りだとさ。一人で出歩くのは危険だと言っておるのに。大丈夫だよ。優秀な護衛がついとる。あれ、エドワードじゃないか。帰ってきてたのか。久しぶり。まだ国家なんとかってやつやってんの。少佐、あの子らは毎日平穏無事に過ごしているだろうか。なんせこんな田舎だ。都会の情報はあまり入ってこないし、あの子らもあの子らで手紙の一つもよこさないから心配でね。エルリック兄弟、とりわけ兄の鋼の錬金術師といえばセントラルでも名が通っておりましてな。もっともそれゆえトラブルにも巻き込まれるようですが、大丈夫ですよ。あの兄弟は強い。強いかい。ばちゃん、兄さんを、兄さんを助けて。ばちゃん、俺は国家錬金術師になる。だから俺に自由に動かせる手足をくれ。そうだね。あんな小さい体のどこにあれほどの強さがあるのかと思うよ。だからこそどこかで何かの拍子にくじけてしまった時、立ち直れるかどうかと心配になる。ピナコ殿にとっては孫みたいなものですか。ああ、あの二人が生まれた時からずっと成長を見てきたよ。なんせ私はあの子らの父親とは昔からの飲み仲間でね。やつめ、妻も子供も置いてこの町を出て行ったきり、今はどこをほっつき歩いているのやら。父親といえば、ウィンリーの両親は、イシュヴァールの内乱で死んだよ。私の息子夫婦、あの子の両親は外科医でね、医者の手が足りないってんで戦地に赴いた。そして巻き込まれた。ひどい戦いでした。ああ、ひどい戦いだった。だが、その戦いで手足を失った人が、私ら義肢装具師を必要としてくれている。皮肉なものさ。戦で家族を失った私らが、その戦のおかげで、飯にありついているのだからね。おっと、飯といえば、そろそろ夕飯の支度をしなくちゃいけないね。あんたたくさん食べそうだから、作りごたえがあるよ。いいえ、そこまでお世話になるわけには。遠慮することはない。どうせあの兄弟もここしか泊まるところがないんだ。一緒に泊まるといいさ。泊まるところがないとは。兄弟の故郷というなら、彼らの家があるのでは？
ないよ。あの子らには帰る家がない。エドが国家資格を取って旅立つ日にあの子、自分の家を跡形もなく焼いてしまった。私には錬金術はよくわからんが、あの子らのやろうとしていることが生なかなことではないというのはわかる。あの子らは帰る家をなくすことで自分たちの道を後戻りできんようにしたんだろうよ。帰るかってみんなが待ってる。いいかい？行くよ。一、二の、三。毎度この神経つなぐ瞬間が嫌でよ。でも、この痛みともおさらばかもな。賢者の石が手に入れば、元の体に戻って万々歳だ。残念だね、せっかくの金づるが。そうよ。無理して元に戻ることないわよ。かっこいいじゃない、オートメイル。オイルの匂い、きしむ人工筋肉、人体工学に基づいて設計されたごつくも美しいフォルム。なんて素晴らしいのかしら。機械オタクめ。うるさい錬金術オタク。完成。どうだい？うん、いい感じ。あんたのことだから、どうせ日頃の手入れサボってると思ってね。錆びにくくしてみたんだけど、その代わり強度が下がったから、あんまり無茶。あら、お待たせって聞きなさいよ、あんたは。よし、んじゃあ早速。来いよ、アル。ん？なんだ？兄弟喧嘩か？違う違う。手足の作動確認も兼ねて組手をやってるんだよ。それにここしばらく体を動かしてなかったから、勘を取り戻さないとね。ほほう。ならば我が輩も協力しよう。はあ？それでは。なあ、もう壊して作る。はい。まったく。まったく。
しいです。あら、やった。はい、させない。覚悟しやがれ。逃がさねえ。行くよ。はい。任せろ。僕に任せて。壊して作る。はい。行くよ。はい。ほら。わかりました。まったく。ある。よっしゃ。とっておきのプレゼントだぜ。おお、はあ、またお腹出して寝てるよ。しょうがないな。まるっきりこれの保護者だね、アルは。これじゃあどっちが兄貴だかわかんないね。お腹出して寝てって言えば、ユースウェル炭鉱に行った時のこと思い出しちゃった。そこの炭鉱の人たちが上からの締め付けで困ってて、助けてくれって言われたんだけど、兄さん、最初は助ける気がさらさらなかったんだ。だけどそこの親方の、ここが俺たちの家で棺桶なんだって言葉を聞いて、結局助けちゃったんだよね。かっかっか、そうかい。俺たちの家かい。
そうだね、帰る家の大切さや亡くなる辛さはお前たちは身に染みてるもんね。うん、だからいつも本当の家族みたいに迎えてくれるばっちゃんとウィンリーには感謝してる。口に出さないけど兄さんもね。それでもやっぱり生まれ育った家がないっていうのが現実なんだ。僕たち家を焼いたことは後悔してないけど、時々無性に泣きたくなることがあるよ。いっそ一度思い切って泣いちゃえば吹っ切れるかもしれないけど、この体じゃ泣くに泣けない。泣ける体があるのに泣かないバカもいるしね。ほんと強がっちゃってさ、このバカは。世話になったな、ばっちゃん。ああ、あれ、ウィンリーは？徹夜続きだったからまだぐっすり寝てるよ。起こしてくるかい？ああ、いいよいいよ。起きてきたらオートメールの手入れはちゃんとしろだの、うるさいから。じゃあな。ああ、気をつけて行っといで。坊主ども、たまにはご飯食べに帰っておいでよ。うん、そのうちまた。ふふん、迎えてくれる家族、帰るべき場所があるというのは幸せなことだな。ふん、俺たちは旅から旅への寝なし草だよ。おはよう、ばっちゃん。何がおはようだ、こんな時間に。作業台片付けておきなよ。あ、エドの腕を直してそのままだっけ。本当にもう、あいつが来るといつも大戦争よね。徹夜は勘弁してほしいわ。ん？これって、あれ？